イドルとしての大江戸線の駅特集 by 竹中夏実。もう一個一個の要素がね、本来はこう繋がるはずのない要素がね、みんなもうその間にえってのが一個一個入るっていう。はい、先月19日アイドルダンス特集にて一躍リスナー大人気者になりました、どうかしているアイドル振り、いや素晴らしい超一流アイドル振付師こと、この方がわずか3週間のインターバルで再登場です、ということで竹中夏実先生です。よろしくお願いします。はい、お邪魔します、竹中です。今日はでももうアイドルの日ですよ。ある日ですね。ね、あのアイドリングね、お二方も来てくれましたし、ですけども、はい、AKB もやりましたし、はい、そしてのアイドル特集ですよね。アイドル、そうです、出ましたっていうことで。でもね、あの前回のとにかくアイドルダンス特集がまずは、はい、あの初登場だったんですけど、はい、すごい大評判も本当で。ありがとうございます。反響ありました、どうですか。あ、いや聞きましたっていうことで、でもタレご飯の反響の方が若干多め。タレの方が勝ってる。はい、あ、どうですか。そうです、ね、タレご飯とかね、まあ、その大江戸線の駅もやりますよってね、はい、ちょっと予告しましたけど、はい、ちょっとね早めにやっちゃおうかな。早めにやろうということでありがとうございます。まあ改めてね、ちょっとここから初めて聞かれた方にご説明する竹中先生はですね、はい、まあ振付師としてね、はい、まあ、様々なアイドルにも活動されて、はい、そしてアイドルダンス素晴らしいご本を出されまして、それでまあまずは本職のあれで出ていただいたんですよね、はいはい、でも素晴らしい、本当に分かりやすい特集で、ありがとうございます。はい、なんですけど、どうも他のアイドルにも詳しいらしいよねっていう、アイドル、はい、アイドル、はい、まあ、それは何かっていうと大江戸線のの駅っていうことですよね。そうです。いや、大江戸線の駅は本来あのアイドルに私がすごくハマる前から好きだったんです、うん、なるほどなるほど、はい、大江戸線の駅はすごい好きで、うんうんうん、2000あれは5年とかにはもうすでに好きだったんです、はいはい、5年とかぐらいには。で今にして思えば、今にそれはアイドル的な魅力であったと。いや、私あの先週の予告でアイドルとしての大江戸線の駅特集っていうのを聞いて、なんだそれと思って、ああそうですか、はいはい、思って、でそういう感じであのちょっとあのまあこの、ね、今日の、はい、今日のオンエアにあたってあのなんかちょっとメモありましたらお願い、アイドルとしての大江戸線の駅特集なんかありましたらお願いしますってことで、無茶ぶりだったんですね。で、はい、まとめてみたら全然できたっていう。できた、で、いや、できるはずだ。すぐできた。うん、だって前、すぐできた。前にだってその放送終わった後に結構こう1時間とか1時間近くね、はい、話した時に、はい、もうだってそういう話でしたよ、はい、そうでしたね、完全に擬人化してましたからね駅をですよ、皆さん、あの子たち、あの子たち皆さんいいですか、駅ですからね、あの車両とかじゃないですからね、はい、駅ですからね、駅です、はい、はい、ということで東京の地下鉄大江戸線の各駅が他の地下鉄の駅と比べて、まあ要するに大江戸線だけ突出してるということですよね。いや、そう、ずば抜けてます、ずば抜けてる、はい、ずば抜けてアイドル的魅力にあふれているってことを、はい、実際のアイドルに例えて語っていただきつつ、大江戸線の駅の、まあ、神セブンですね38メンバーいる中の、はい、神セブン、すなわちユニット、はい、駅セブン、はい、これを発表していただくというスリリングな、はい、スリリングな非常に、特集でございます。はい、はい、竹中先生、先ほど2005年頃とおっしゃいましたけど、はいはい、きっかけみたいなのあるんですか。いや、きっかけはちゃんと覚えて、なんで2005年かなと思ったかというと、2006年ぐらいに、はい、当時付き合って言い始めた彼氏が大江戸線沿いに住んでいてその時にはもうすでに、うん、うわマジか大江戸線に住んでんのかって思ったんです。あ、思った記憶がある。この人、お、この人イケてる要素1個マジかって思って大江戸線の沿線に住んでいる、はい、ちょっとプラスって思ったってこと。2006年の春の時点でそう思ったってことは2005年よりそれよりは前には好きだったはずなので、そういう自分史と重ねると、はい、そういう計算、はい、じゃあでも最初は思い出せないぐらいの、思い出せないんですね、気づいたら、はいはいはい、始まって恋がね、いきなり、はい、恋が、はい、竹中先生いきなり赤裸々なね個人史を混ざったたてですね、はい、まずちょっと都営地下鉄線大江戸駅というね、大江戸線というね、はい、このちょっと説明をさせていただきたいと思います。はい、事実関係ね、はい、新宿駅から東京都練馬区の光が丘駅へと抜ける、放射部と新宿駅から都庁前駅へと戻ってくる環状部からなる六の字型線路を持つ、はい、ちょっと変わってますよね、完全な環状線じゃなくて、丸っていうの丸ではないんですね、うん、だからあの方向を間違えるとすぐ隣の駅に行くのに大変な時間がかかってしまう。そうです、そうです、はい、で、の駅数メンバー数は38駅、はい、日本の地下鉄線では最も駅数が多い。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ、うん、主な駅は新宿駅、飯田橋駅、本郷三丁目駅、これ僕地元本郷三丁目、あ、そうなんです、ね、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、両国駅、築地市場駅、築地市場駅、汐留駅、六本木駅、青山一丁目駅などということでございます。はい、はい、そして1991年、生まれはですね、都営12号線として一部区間で開業し、その後2000年に大江戸線と改名し、同年
12月に全線開通、はい、今年で13歳という、はい、ああいい年ですね。デビューの林ちゃん、これちなみに大江戸線っていうねこの愛称がつく前に、はい、あの夢モグラなんていうね愛称がつきかけてて、でそれはあの石原慎太郎が当時ね都庁のが一声で辞めさせたっていうあの慎太郎のやったことの中でもあの僕の中では数少ないあの圧倒的に支持できることっていう、ね、正しいっていうね。そうですね、海ほたるにかけたんですよね。海ほたるにかけて夢モグラっていうんだけど、海ほ海とかゆみゆりかむ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 はでもほらあ実在するじゃないですか。そうですね、夢モグラってなんだ、夢モグラはなんだっていうことですからね。まあ大江戸線なったとね、はい、一部を除く26駅については公募により、はい、公募により土木業者とは別の設計事務所が内装をデザインしている。いやそうだから駅によって全部デザイナーが違うんだ。それぞれ違う。これ実は今日の件に、そう、密接にかかってるから、うん、そうそうそう、ね、大江戸線も含む地下、都営地下鉄全駅の中で最も深い場所にある六本木駅、うん、地下 42.3m をはじめ、うん、新宿駅、中井駅、東中野駅、中野坂上駅など東京の地下鉄の中でもベスト10に入る深い、うん、ディープな、はい、ディープな世界に入ってるというね、はい、これは要するにその用地の買収や物理的なスペース確保のため地下深くにも新しい駅をならざるを得ないというね、うんうんうん、そういう事情でございます。とにかく駅なんですね。つまりその 建築デザイン的な部分ということですかね。そうです。だからもう美術館として見ています。あ、館物みたいなね。はい、そうです。館物も好きなんですけど、はいはい、これなら僕ちょっと特化かわりに、僕館大好きなんで。そうです、この前お話ちょっとさせていただいて、はい、そうなんですよね、はい、あのじゃあ館として見るということですね。だからね、そうです。いわゆる鉄的なこととちょっと違う、ちょっと違うんですよね、うん、ちょっと違う変態ってことですね。ちょっと違う種類の変態、種類の変態です、はい、はい、ということで、まあ、大江戸線についてこれは今事実関係申し上げましたけども、竹中先生ね、はい、この大江戸線38駅、まあ、全部ね、はい、全部にそれぞれやっぱりね、いや、はい、あるんですよね。そうですね、それぞれみんないい、みんないい子、そうみんないい子なんですけどそうだから今回だから、まあ、7つ選ばれなかったとしても、はい、まあでもその今回の求めてるゾーンに、はい、あのまあ、ユニットですからユニットのバランスをすごく考えて、今回は振り付けなどでもねバランス大事ですよね、はい、フォーメーションやあのの、その組みやすい数だったりとか、りは、はい、そういうのを考えて の、 あの選考なので、これ入ってないからといって落ち込まないで、はい、落ち込まないで、はい、でもそうですよね。そうです。例えばね、僕その地元本郷だって言いましたけど、はいはい、これだって下だなんて言われたらちょっと、うん、なんかあれ下とかじゃない、下じゃないの、ね、そうです。今回は今回の求めてるゾーンに当てはまるかどうか、わ、はい、かりました、はい、今回の求めてるユニット駅7、はい、のちょっとお話を通じてこう、まあなんていうんですかね、はい、あの大江戸線の駅、アイドルとしての魅力をちょっと語っていただこうかなと思っております、はい、さあそれでは早速駅7行ってみましょう。それぞれキャラクターごとにご紹介という感じで、はい、そうですね、よろしいんでしょうか。はい、はい、じゃあ早速駅71人目ね紹介しましょう。はい、じゃあまず1駅目は、みんなの妹というポジションで、みんなの妹キャラ、はい、はい、まあ、大事な、はい、いきなりなんかいきなりハードル高いなんかとこが来たなっていう感じがありますけど、でも伝わりやすい、分かりやすい、可愛らしいって感じなんですかね。はい、そうですね、絶対、はい、必要な、ほうほうほう、みんなの妹、うん、赤羽橋駅、赤羽橋駅、はい、あ、そうですか、はい、場所はね、ちょっとこう、はい、行けてる場所っていうかね、そうですね、あのそういうのはあんま関係ない、あ、場所は関係ないです、土地の、土地の、でもそのな、それぞれの内装っていうのは、うん、その土地柄に、うん、あ、でもそうですね、ちなんではいるんでしょ、うん、ちなんではいるんですけど、はい、赤羽橋の駅のデザインテーマは、あの、ガラスです。ほう、はい、なので本当にそのホームがまずもう降りたら、うんうん、まあ、大江戸線のいいところは本当に、はい、まあ、地下鉄なんでその真っ暗なところからトンネル抜けて、うんうん、バンって駅に着いた時に、うんうん、毎回その降りるたびに、はい、何来る次何来るって、もうそのテーマが毎回全然違う、違う、毎回来た途端に違うゾーンに、そうです、そうです、入っているという、なんで、うん、赤羽橋の場合は何来ると思ってパッと来た時にもうガラスなんですね、一面ガラス、はい、モザイクというか、はいはい、あの、四角いブロックというかタイル状になったガラスがビーッとこう隙間なく埋められている、で本当にあとベンチも、まあ、全駅全部違う種類ではないんですけど、やっぱり6、7種類はあって、ベンチの種類が、うんうんうん、あのそのは、はいはい、はい、で、あの駅に、あ、駅のデザインに合ったベンチが使われてるんですけど、はいはいはい、で、あの赤羽橋はあのベンチもガラスです。あ、そうですか。そう、これね、これどこの部分、あのなんか、これはね、ゆとりの空間です。ゆとりの空間のなんかこうガラ、これもガラスでできてるんですかね、はい、なんか月とか、星なのかな、これはね、光なんです。ゆとりの空間って言って大江戸線は必ずそういう壁画だったりとか、はい、
あの改札の手前のところに、うん、あテーマ空間みたいな、はいはい、そこの駅のギュっていうのが、はいはい、そこにあるんです。うちはこういうコンセプトだよっていうのが、そこを見ると一番わかるんですけど、赤羽橋の場合はなんかちょっとそうガラスの中にそれにプラスなんか光のなんか裏から光ってるんですか。そうなんです。それなんかいろいろ変わるんですね。なんかちょっとあ変化していく、うん、カタツムリみたいのがいたりとか。そうなんですよ。あこんなん知らなかったな。そうでこれ赤羽橋はまあなんでみんなの妹かっていうと、はい、まあうるうるしてるんですよ。そのうるうる感透明感が尋常じゃないだから透明、まあ、ガラスですからね。そうあしかもこれ周りに貼ってるガラスも透明なんですね。全部そうなんです。あそうなんだ。なんでその守ってあげたい。これでも確かにあのちょっと危うい。そうそう危うさ儚い感じとほっとけないんですよ。大丈夫みたいな。そうだからそうこんなの壁にして大丈夫。そうです。とかうるしてもうなんか危うげで危うげ。しかもこんなねこの危うげなガラスなんてねあれが横、うん、こう荒々しい電車がビュンビュン通っちゃって大丈夫っていう。そうこれはもうみんなで守らないとっていう風になるそこのそういう意味での妹ポジション。妹ポジションなんだ。であの最年少じゃなくてもいいんです。あそうなんですか、うん、妹ポジションってのは。そう妹ポジションは必ずしも最年少というわけじゃない。あのしおりんだったりももクロのしおりん、みんなの妹しおりんも最年少ではなかったりとか。で私この、まあ、実在アイドル霊、はい、赤羽橋赤羽橋の駅を人間のアイドルに例えるならば、はい、あのうちのパスポの奥中誠ちゃん、ほんほん、まこっちゃんだったりとか、はい、あと元アイドリングの、はい、すーちゃん、森田鈴香ちゃんだったりとか、ほんほんほん、まああの最年少とは必ずしもみんな限らないんですよ、ね、うんうんうん、はい、でなんならその本当の最年少の子って実は結構しっかりしてる子が多かったりとかして。なるほど、確かに確かに、うん、いろんなグループのそれを思い当たる。そうなんです、はいはいはい、で中でそういうちょっと、まあ、どっちかって半分よりは下ぐらいなんだと思うんですけど、うんうん、だけどあの、まあ、ちょっと危うげでなんならその本当の最年少よりもちょっとしっかりしなよって言われる。これガラスであるがゆえですね。ゆえの赤羽橋は建築構造としては間違いなくしっかりしてるとは思うんですけど、あなたはイメージとしてねそうね、しっかりしたアイドルですけど。あそうです。でキラキラうるうる。これ別に最年少じゃないとその何できた順番とかそういうことですか。これはやっぱりいや別に私の勝手なイメージ。イメージまだ赤羽橋ちょっとねやっぱその街その言葉なんかね、うん、イメージとしてはそんなに青い感じはしないですね。まあまあそうですね。しっかりした街だっていう感じがね。けどまあ駅デザインとしてそう。で、まあガラスだからもう反射とかの意味でうるうるキラキラ。これやっぱ昼と夜あ違うか、そのなんか透明向こう側見えるんですかね、これはね。いや見えないんです。これ多分ねあのいろんな蛍光灯の光とかで反射してる。でもちょっとこれ駅の作りとしては見たことない感じですね。いやうんびっくりしますね。あそうですか。そうでまあこういうタイプが意外とだからそのしっかりしてないとかみんなに思わせといて意外とあのソロ活動最初に始めるメンバーです。あ赤羽駅は、うん、これ赤羽橋駅のソロ活動ってどういうことなんですか。まあ、あのアイドルのみんなの妹ポジションの子、うんうん、意外とそのだからあの危うげだったりとか守ってあげなきゃって思ってると思ったら、はい、意外とたくましく、ね、外で最初に切り込みとして、うんうん、はいはい、あのグラビアをソロで始めたりだとか、はい、うん、っていうのをっていうんだろうなっていうのを、はい、赤羽橋駅のその感としてのあれを全身で浴びながら感じる。そうですね、きっとそうであろうと。だからそう あ,、まあ、ある意味その引っかかりというか説明しやすいんですよ。最初にだから要は、うん、あの大江戸線の駅でちょっとこうどんなんあるの、うん、ってなった時に、ね、うん、確かにも変わってますもんね。そう説明しやすいし、そうで、うん、それでキャッチーだからガラスでできてんのってなるから、うんうんうん、はい確かに。結果ソロの仕事が舞い込んでくるまあそのくだりは分かりづらい気もしなくもないけどうん、なんかその分からいでもないぞっていう感じですかね、はい、はいはいはい。ちなみにでもこれあのなんか赤羽橋の何かにちなんで例えばガラスのなんかが有名だとかあるんですかね。なんかねその辺はちょっと分かんないです。はいはいはい由来はまあ置いといてということですかねはい、はい、ということで駅セブン最初のメンバーは、赤羽橋駅でございます。みんなの妹キャラおめでとうございますね。メンバー入りしました。さあ続いて、はい、2人目のメンバーは、ポジション的に言うとおっとり優等生。はい、おっとり優等生。はい、おっとり優等生は春日です。春日、はいはい、はい、これは、はい、僕もうち近いあたりですよね。春日駅ね、はいはい、春日はですね、春日駅どんな感じなんですか、うん、あの駅全体のテーマから、まあ大江戸線全部テーマカラーがあるんですけど結構色が全然違うんですけど、うんうんうん、春日の場合はね紅白。え紅白、紅白赤と白。へえ、なんかおめでたい感じで。そう派手ですね。だからなんかちゃんとしてるんですよね。ちゃんとして他がちゃんとしてないのかって話ですけどいや、なんかうん、いろいろなんかその駅の個性をこう前面にみんな出す中で、はい、春日はその赤と白できちっとまとめてきてる感じが、このローカのちゃんとしてんなーって。
あの、はい、地面と壁が真っ白で天井が真っ赤みたいな。そうですね。結構これインパクトありますね。インパクトはある。でもまあ紅白ってところが、はい、あと色がこういろいろ混じってるっていうよりは天井が赤、うんうん、壁が白みたいな。シンプルなんですね。そうなんです。フィットしてる。そう、うんうん、ちゃんとしてるな。ちゃんとしてる。はい、あ、それが待ってください。ちゃんとしてるが優等生感に。そうですね。そう、なんかそのでしかもその、はい、あれらしいです。この駅は複数の路線がこう集まってるので、分かりやすさを第一に考えて、なんか駅を構成しているっていう、親切。あの、都営三田線とかも確か通ってたりして、うん、で、あれも青ですもんね、都営三田線は。で、それに対して多分その、大江戸線は赤だから、うん、とか、私赤よっていうのを、パキッと。パキッと出してあげて。親切だな。こっちです。こっちですよ。そうそうそうです。優等生だな、うん。ああ、はい、なるほど。はい、そう、だからまあリーダー候補ではあります。ああ、なるほど、はい、なるほど。なんかそのでも紅白できちんとそのしながらも、うん、そのただきちっとしてなくてその天井がすごい波打ってたりとかするじゃないですか。そう、そうですね。ちょっと今デザイン見ると なんかちょっとこうなんていうのかな、グニ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 っていう天井になってたり。ってこうちょっとデザインされてる。実はおしゃれ。そう、その緩やかに波打った感じのそこが躍動感につながっていて、うんうんうん、多分その優等生ながらもスポーツ万能なんですね。はい、振り付けなんかも相当実はうまくこのタイプ。うん、そう、そこら辺ちょっと 色気ありますもんね、実は、ね。ああ、そう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 。優等生だけど。そう。自他巨乳とか、隠れ巨乳みたいな、そういう色気があるって感じ。体育を 見ときたいタイプ。はいはいはい。体育見たい。あ、でも確かにちょっとこ あのエスカレーターのところですかね、うん、なんかこのウニーっていう感じが確かにセクシーではあるし。そうなんです。まあ、女性的だったりとかもして、だからその優等生とスポーティーな感じのギャップみたいなところもいいなと思って、はいはい。これ大江戸線ね、うん、そのさっきの色のイメージで言えばですよ、全、はい、駅がこの赤白のイメージでやったっていいわけじゃないですか、本当は。まあ、お江戸な感じ。お江戸な感じ。で分かりやすく、はい、でもあえてその全駅変えてきてるっていう、うん、でも、うん、大江戸線はすごいところはこんだけデザインが全部全駅違って、はい、凝ってて、はい、でもなんなら他の駅よりちょっと低予算でできてるらしいです。あ、そうなんですか。効率がいい。あ、そうですか。手がかからない。あ、そうなんだ。じゃあね、じゃあ全部このスタイルで、はい、いや本当ですよ、ね、ちょっとこれ後ほども話伺おうと思うけどね、こっから先じゃあ新しいね、うん、駅アイドルとしての駅新時代、はい、始まるかと思いきやっていうことだったんですね。そうなんですよ。そんなこともなかったっていう。結構大江戸線がね独走、うん、独走状態っていうことで、はい、じゃあその辺この春日駅、はい、おっとり優等生、はい、実在人間アイドルに例えるならば、キュートのまゆみちゃん。あ、はい、はいはいはい、リーダーですね、はい、実際、はいはいはい、でまゆみちゃんも優等生で、うん、さらにスポーティー、美人だしな、美人だし、そしてもう大人ですからきっとね、いや、まあ、色気なんかもね、そうですね、女性的なあったりなんかして、はい、女将っぽいですもんね、ちょっと。あ、いいですね、旅館の美人。ああ、確かに その辺ももういけるみたいな。はい、はい、そうですね。和服もまた春日っていう土地柄とも合ってるのかもな、うん、春日って響きもそうですね、春日、まあ、トゥースみたいな感じもなくはないけども今はね、まあ、春の日ですから。はいはい、まあ、でも文京区のあれですよ、要は年寄りがいっぱい住んでるのあたりですから、そういうところにも親切、親切さもあの年寄りに好かれるような。あ、そうですね、そう、だからいい子なんでしょうね。そうそう、彼氏の旦那さん の、あの家族にも好かれる感じ。礼儀正しいんだろうな。そうですね、礼儀正しい。でもまあその感じは確かに、はい、どこに出しても恥ずかしくない。私もだいぶなんかうっかり話に乗っかってますけどね、うん、大丈夫なのかなこれな。どんどん、はい、はまってきてますね。はまってきてますね。おっとり優等生春日、はい、はい、ということで2人もうメンバーあと5枠しか残ってない。大丈夫かなこれ。そうですね、選ばれなくてもがっかりしないでください。今回の、はい、今回はっていうことですもんね。今回のっていうことなんですね。はいはいはい。じゃあどんどんいきますか。どんどんいきましょうか。はい、はい、うん、続いての、3人目のメンバーは、はい、これバラエティ担当必ず必要になってきます、うん、あのなんか面白い感じのことを言えたりとか、はい、これはですね、ちょっと変化球で、変化球、2人組で、蔵前と両国です。ああ、なるほど、蔵前と両国、まあ、はい、いわゆるそのお相撲さん的なね、相撲イメージがあるようなところですよね、どっちもね。これはですね、うん、バラエティ担当は悩んだんですけど、まあ、2人1組っていう、ちょっとわちゃわちゃ、2人1組でわちゃわちゃしてるっていうイメージで、これ似てたりするんですか、蔵前と両国。ちょっとね、そう、似てる、あれ隣同士なんですよ、うんうんうん、で、これまずその両国、これホームですか。これそうです、すごいですね、これなんだろう、障子、障子っぽいんです。あの、ね、です、両国はもう本当にザ和風で、こんな駅ある。いや本当そうなんですよ、いきなり。そういきなり障子みたいのがこうわーって入ってたらそこに入ってくっていう、なんか鶴の恩返しみたいなんですねえ。そう、何ちょっと怖いんだけどっていうぐらいの。いや本当にそうなんですよ。それであの他のなんか駅の照明もなんか提灯っぽかった、うん、
くなってたりとかして、でなんかそのあれなんですよね、壁や天井の主要部にですね、はい、格子のパターンを用い、大小の格子を組み合わせ、明るく軽快に構成しているということで、ほうほうほう、まさにバラエティ担当みたいなところがあるなっていう、はいはいはい、お茶目な感じが、お茶目な、はい、でまあ、はいはい、分かりやすさがやっぱバラエティ担当は、はいはい、うん、あ必要かな、なんか電気もちょっとなんていうんですかね、灯籠なんていうのかな、和風の感じになってたりとか、まあ場所がねやっぱりね、うん、両国っていう、両国で、うん、ほらあのなんだっけ、江戸博物館かなんかあったりする、そうです、江戸東京博物館、私のマイフェイバリット館物の中でも、はい、かなりお好みだった、あもう君臨、はい、君臨、トップに君臨しているってことは、もうその両国の駅に着いた時からもう館としては上がるし、いやそうです、だから私あの駅の手前、あの改札の手前までしか興味ないので、ええ、あんまりその改札を越えての大井戸線はそんなに興味ないんですけど、両国は別格、要はプライベートは興味ないみたいなことですかね、そうプライベートは、そうだからそう、うん、表に立てるところしか興味ないので、はいはいはい、そうだけど、はい、まあちょっと、うん、両国は別格、あのお姉さんも美人みたいな、あーそうですね、そうそうそう、うん、お姉さんも結構アイドル級よみたいな、時々ブログに登場するみたいな、うん、そんなイメージなんですかね、はいはい、両国でもサービス精神がすごい、なんかちょっと過剰なんですよね、だからそのホームに入ってきた時のこの障子の感じが、うん、いやそこまでやんなくても、うん、駅でしょみたいな、頑張りすぎてる、アイドルなんだからそこまでやんなくていいって、うん、みたいな、 その感じがあるかもしれないですね、うん、そして、セットになってるコンビ、相方、はい、相方の蔵前ももう分かりやすくて、もう、うん、ザ・蔵なんですね、あ、うん、この屋根状のなんかこう、はい、なんていうんですかね、蔵の形なんです ね、 ですね、蔵が並んでいるような形のホームになっていると、はい、そうで、これが本当にそのホームだけじゃなくて、うん、ゆとりの空間らへんも、はい、そのゆとりの空間、その駅のイメージを集約したゆとりの空間、も、はい、そういう屋根風になってたりとかして、はいはい、全部こう、もう本当に蔵、はい、壁が全部こう屋根っぽいその三角状になってたりします。あ、これですね、ゆとりの空間。ゆとりの空間、蔵になってる。ガラスでできてる蔵になったりとか、缶の形に。わかりやすいですね。モチーフがはっきりしてるので、うんうん、まあ、わかりやすい。で、はい、あれなんですね、子供、駅のデザインは直線的に、直接的に、蔵のイメージを引用ということで。うんうん、ベタというかね。まあ、ベタなんですよ、ベタぐらいがいいんですね、うんうんうん、バラエティ担当は。うん、子供から老人まで誰にでも馴染みやすく親しみのある駅デザインとなっているということで、うんうんうん、まあ、バラエティ担当に一番大事な、はいはい、うん、まあでもね、蔵前なんかやっぱね、相撲周りのあれとかで、うん、やっぱりね、うんうん、お年寄りと子供連れのお孫なんか来て、あ、蔵の形だよおじいちゃん、キャッ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 っていうことができますもんね。そうで、なんかやっぱその、うん、なんで今回バラエティ担当2人1組にしたかっていうと、うんうん、まあそのバラエティ出演時になんか MC の人になんかお前らうるせえなみたいな、そのなんかさっきの妹担当のはいはいはい、はい、だったりとか、うん、そのおとり優等生みたいな子たちが可愛がられたりとか、うん、キレキレって言われる中で、はいはい、なんかお前らうるせえなみたいな言われつつも愛されてるみたいなイメージ、はいはいはい、確かにさっき あのガラスのね赤割れ場所、はい、まあ綺麗っていう感じがあるし、うんうん、ねあの数がなんかちょっと文句つけづらい、そうなんかツッコミどころがなかなか、そう、うん、感じあるけど、もう両国行ったらだって俺駅入ってる瞬間に突っ込んでますもん、おい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 障子はねえだろ障子はってねみたいなね、やりすぎて、で蔵前入ったらちょっとベタすぎだおいそういうのが入るっていう、安心してみんなから突っ込まれる、愛される愛される感じで、あとやっぱコンビ萌えってやっぱり大事なので、確かにでもその要するにその蔵前の家感と両国のその襖その中感みたいなのが、うんうん、確かにこれちょっとで見ると確かに兄弟感がね、そうなんです、お前らなんなら一緒にやっていけばいいんじゃない、そうですそうです、 その感じがなんかその2人1組でよりお互いよく見えるみたいなのは、はい、グループアイドルのいいところ、これ位置的にも隣ですもんね、隣同士です、はい、仲良し、はい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 、はい、ということはじゃあ乗ってそのやっていくと、うん、ああもう仲良くもう相変わらず息合ってんだから、はい、またまたわちゃわちゃやってるよ、蔵前から来るともうすぐ両国来るから、うもううるせえな、もう参ったなみたいなことを、赤羽橋あんな可愛いのに言ったみたいなお前らはさ本当にアイドルかよみたいなのを竹中先生がブツブツ言っている様子が見られる可能性があるということ、ね、楽しい、はい、ああでもなんかちょっと悔しいかな、ちょっと飲み込めてきちゃいましたけどね、うん、はい、乗ってますね、ちなみにじゃあこの2組の感じ、はい、アイドルわちゃわちゃしてる感じ、はい、これ人間アイドルに例えるならば、はい、これ元 AKB のあのナチノンと呼ばれている、2人組、あれですね、
AKB から S もう SDN になった、うん、あはい、あれ、はいはい、なんだっけ名前、割と大人メンバーの、そうです、そうそうそう、 あのナチ、なんかナチノンって2人で、はい、M1 も出てる、ああはいはいはい、あその方いらっしゃいましたね、そう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 、そういう感じとか、はい、あとまああの関ジャニエイト、急に女の子から男の子になっちゃうんですけど、関ジャニエイトで言うとあの横ひなと呼ばれる、横山くんと村上くん、はいはい、または安田くん丸山くんのコンビかな、あまあまあ関ジャニエイト全体がね、うん、まあそうですね、まあでも古くは例えば辻かごちゃんなんてのはさ、あそうですそうです、そうそう、あそこはそうバラエティープラス妹も兼任しているすごい方ですね、はいはいはい、うん、なんかその感じをそう思い出しました、うん、はい、そうそういうなんかいるから、うん、あ、はいはい、そうそうそう、野呂佳代ちゃんと佐藤夏樹ちゃん、はいはいはい、ああなるほどなるほど、でもやっぱあれですね、その大所帯アイドルにはやっぱ今やちょっとこういうのはちょっと欠かせないですもんね、うん、そうですね、うん、やっぱ綺麗どこだけ揃ってるとなんかちょっとね、やっぱりちょっとなんか、うん、取っかかりが取り所が欲しいと、うん、欲しくなるっていう、はい、でもちゃんとアミューズメント感ありますよ、これ一番わかりやすいな、これそう、わかり、まあバラエティ担当なんでわかりやすさは絶対に必要ですよね、はいはい、こっからいいでしょうね、大江戸博物館行ったらいいんでしょうね、いやいいですよね、だから姉妹をそう、ね、味わうのもいいんでしょうね、そうで、あ、そうですね、はいはい、美人のお姉ちゃん、はい、はい、といったあたりでメンバーね、はい、これじゃ あのバラエティ担当はこれセットで3、ね、3、4、あ、2組埋まっちゃったってことですかね、うん、そうですね、はい、ということで4人まで決まりましたけどね、いやもう半分以上決まってしまいました、決まってしまいました、うん、残りの3つの席、これはどうなっていくのか、はい、センターなんかも決まるわけですからね、これね、はい、さあということで CM の後も大江戸駅、大江戸線駅、ユニット駅7の発表続きますはい、時刻は11時27分です、TBS ラジオライムスター玉のウィークのシャッフル、今夜はアイドル振付師竹中夏実先生をお迎えしてのアイドルとしての大江戸線の駅特集をお送りしております、うん、引き続き竹中先生よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、いやーでもちょっとなんかうっかり僕は相槌打ちまくっちゃってますけどね、これでいいのかっていうね、いいんですよ、はい、ただ皆さんね、リスナーの皆さん、大江戸線の駅やっぱ実際使ってらっしゃる方も多いでしょうしね、そうですね、あそうだったんだってね、いや、はい、俺が毎日会ってたあの可愛い駅はアイドルだったんだ、そうですよ、アイドルだったんです、はい、気づいていただけな、あ、なんかね、メールが来てみたいですよ、うん、ラジオネーム54秒フラットさん、34歳の男性ですけどね、大江戸線の特集、しかもアイドルとしてと聞いて胸が高鳴りました、実は自分が大江戸線の設営工事に関わったことがあるから、なんですって親だっていう、学生の頃開通前の大江戸線の線路部分にコンクリを打つ作業を手伝いしたことがあります、まあ駅部分じゃないです、ね、まだ開通する前の大江戸線は汚れがついておらず白い綺麗な壁が続いていました、わわわ素人時代、参加素人時代参加した時はこんな深い場所誰が使うんだよと思いましたが、今は大江戸線を使って出勤しているのだから世の中どうなるかわからないものです、もう今54秒だと使ってる、うんうん、今の自分にとって大江戸線はかつて一度だけ会ったことのある姪っ子みたいな感覚、あがアイドルになった、そんな子がいつの間にか大きくなってアイドルになってるなんて、なっちゃった竹中先生があの子をどう語るのかワクワクです、ラジオの前で正座して聞かせていただきますというね、みんな幸せな、ねえちょっと竹中先生素人時代って言葉出ました、ね、そうです、でもだまっさらな頃、ね、まっさらな状態、でも最初はそうなんですもんね、うん、あのいろんな衣装が入るバージョン会ってのがあるわけですもんね、そうだ、だから赤羽橋がまだ裸な状態っていうのがあるわけで、うん、鏡払えてない状態ってあったりするわけですもんね、そういうのに思いを馳せるのもまた、そうか、はい、いずれはお色直しとかもあるんですかね、これね、そう、あー、そう、でもそう、今でもね、うち回ったんですけど久しぶりに大江戸線駅、うんうん、はいはい、ちょっと老朽化が進んでて悲しくなった、ああそうですね、13年目だからちょっと若さびれてきてるかもしれない、ね、うん、そうだからまあみんなこの特集をきっかけに、あの大事に使ってほしい、大事に使って、まあ、時々はちょっとお色直ししてあげたりとか、うん、してあげて、そういうのね、うん、そういうのできるんだったらいくらでもやるんですけど、私がやるって何をやるんですか塗り直したりとかこうやって、はい、こうやってやって、はい、やっていいんだったら、やってるんですよね、はい、はいはいはい、さあということでこっからが大事ですよ、はい、駅7ね、大江戸線駅の中でも特にアイドル性の高い駅で構成されるユニット、はい、駅7、これまで4人のメンバーが発表されました、今もう他のメンバーたちがもうこれですよ、いやー手をこう組みながら待ってるとこじゃないですか、でも選ばれるのあと3人、一番残酷なとこですよ、いやそうです ね、心が痛いです、はい、ということで次なんか多分ねやっぱ狙ってるここに行きたいってやっぱ人は、そうですね、多いとこなんじゃないでしょうか、エースさん、はい、お待たせしました、いわゆるセンターというやつですか、エース、はい、まあ一番目立つところ、そうです、顔ですかね、顔です、大江戸線駅の顔、みんななりたい、これちょっと皆さんちょっと一瞬考える間が、どうする間が欲しいんじゃないですか、これはドキドキしますよね、駅のそれぞれ大きさなんかも結構違ったりするんですよね、やっぱね乗り入れの感じ、そう
ですね、そうそうそう。あとまあ駅の本当にその改札くぐったところだけのところもあれば、はい、まあその大江戸線に続く道までも全体がそのデザインされているところもあるし、うん、っていうのもあるので範囲はちょっと違ったりします、ね、でも必ずしもその大きさが反映されるわけでもないし、ない、うん、まあその人がよく使う駅だからメンターというわけでもない、メジャーな地名だからとかでもなく、とかでもなく、あくまでその駅としてのスター性、うん、アイドル性、これはでもやっぱそのセンターに行くってやむを得ないものになりますもんね、うん、それはあっちゃうんだろうみたいな、あるじゃないですか ね、 ね、さあということでそんなエスさんと敵も多い、敵、そうですね、アンチも、うん、アンチも多い、アンチも多い、うん、でも真ん中に立つ宿命を、これ誰なんだろう、はい、はい、エス担当、じゃあちょっと発表お願いしますよ、竹中先生、ちょっと、はい、発表しますエースは飯田橋駅です。おー、あ、飯田橋、あ、そうですか、僕ちょっと予想してる駅が1個あったんですけど、はい、あー、そっち来ましたか、そうですか、飯田橋駅、飯田橋駅、実はね、その前回いらしていただいたその時間あまり雑談した時に、はいはい、やっぱ飯田橋駅非常に高く評価されてた、はいはいはい、はい、飯田橋駅どのあたりがエースなんでしょうか。いや、これはね、もうこの結果に文句を言う人は誰もいないじゃないかなっていう、ビギナーも僕も含めてビギナーも多いんでちょっとお手柔らかにお願いしたいんですけど、まあ、誰もが認めるあのエースにしてセンターというあのあれですね、特徴があるじゃないですか、うん、まあ大江戸線の駅、その中でもまあ特徴があるんだけど、デザイン的にやっぱ最も注目されている、でまあこんなまあやらしい方ですけど賞もすごい受賞している。あ、そうなんですか、飯田橋駅は、はい、あの大江戸線なんか2001年に選抜駅って、はい、これ別にあのアイドルに寄せたわけじゃなく本当に選抜駅っていうのが選抜駅あのグッドデザイン賞を受賞してるらしいんですよ。ああ、そうなんですか。スカイエース、ね、飯田橋、新宿、西口、牛込、神楽坂、森下、清澄白河、国立競技場は選抜駅としてグッドデザイン賞、もう選抜されてんだ、シングル選抜されてんだ、 AKB より随分先に、しかも選抜って言葉使ってんだ、はい、そうです、2001年にグッドデザイン、あれ通算賞でしたっけ、うんうんうん、バカじゃないのいやでもすごいですねそう、おー、そう、なんで駅があって まず前例があるんでしょうかね、これ。あ、わかる、グッドデザインね、どうなんだろう、あの建物がとかならまだわかるんだけど、うんうん、そのやっぱその地下鉄の駅って外側から見えるわけじゃないから、うん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 、ある、やったりしてるんだ、そういうの、へぇ、でもすごいですね、でもね、あ、選抜駅、そう、中でもやっぱり飯田橋はさらに日本建築学会賞っていうものも受賞していて、あー、そう、じゃあそのプロが選ぶ、うん、スキルもあるぞと、そうです、実力もある、うん、うん、なんかそのまあ賞で判断してるわけでは決してないんですけど、でもやっぱり評価されるところってどこからでも評価されるんだなっていう。ちなみにじゃあその、いや、飯田橋の駅のもう誰から見てもはっきりしてる特徴というのはどういうことなんですか。いや、ね、東西線との境目がやばくて、え、ちょっと待ってください、さっきと言ってることだいぶ違うじゃないですか中だ中だって言ったけど結構外の話じゃないですか。いや、飯田橋駅は本当にすごいんですよ、うん、すごい、僕飯田橋のここ行ったことなかったので、はい、今写真を見てるんですけど、その、東西線との切り替えポイントですね、はいはい、僕今息を飲みました。いや、本当に、え、本当に、何これ、いや、どうかしてんだけど、いや、どうかしてんですよ、ですね、ちょっと待って、これここがここです、境目、はい、ちょっと、説明させてください、はい、普通にまあ白っぽい感じの、まあなんていうんですかね、コンクリート打ちっぱなしの、はい、まあ割とあの元はそっけない感じなんですけど、うん、その天井になんか緑色のこれ何か、パイプ状の、まあでもところどころ蛍光灯が光ったりしてる、でもなんかその何ですかね、虫とかエヴァンゲリオンとか、そうなんか生物、ナウシカとか、はいはいはい、なんかその生物の気持ち悪いその、うん、なんか断片みたいな、うん、血管とか、はい、そうそうそう、の緑色の血管がなんかグニって出てるような張り目がはっきり言ってかなりキモい、いや、こびりついてるみたいな、そうなんかその有機的な感じというか生き物ですね、生き物っぽい感じ、そうで、これがガッて出てて、それが本当になんか生えちゃった感じ、そうですね、そう、え、これ何考えてんの、そう、ゾクゾクします、僕知らなかったっす、これ、いや、本当に、え、な、そうですよ、今まで知らなかった、これあの、しかも僕、缶好きの、はい、やっぱりその、うん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 、怖って感じっていうか、うんうん、その、何これ、ゾクってする、その、日常では経験できない空間みたいなものにやっぱ来るんで、うんうん、そう、僕これ今うわってなったんですけど、これ何なんですか。いや、だから東西線との境目がやばくて、その、はい、東西あの大江戸線の改札てあのくぐる一歩手前 の東西線までは蛍光の並びがもう全然違うんですよ、蛍光灯の並びが、東西線のところは普通と、あの、線と蛍光灯がよく平行に、はい、きちっと並んでいるんですけど、はい、
方その大江戸線大江戸線ゾーンに入った足を踏み込むとそのエヴァンゲリオンみたいな、うんうん、その黄緑色のパイプがこびりついて、こびりついて、でそこからあのランダムに蛍光灯が光ってるっていう状態ですよね。そうでブワーってこうそれがこれ、ね、エスカレーター降りながら、はいはい、一緒についてくるみたいな感覚 で、ね、緑のパイプがついてくる。でエスカレーターのその終わってさらにちょっと降りてからの視点ぐらいまで伸びてるっていう、そうこれ何考えてるんですかこれ、うん、何なのこれ。いやすごいんです。でしかもその飯田橋の大江戸さんの飯田橋は本当にそのホームに行き着くまでが結構長くて、うんうん、これからさらにこのパイプのゾーンからさらにコンクリート打ちっぱなしのトンネルみたいなのが永遠と結構続く通路があるんですね。でからのここのホームにたどり着く、はい、ホームは黄緑、ホームそのもののデザインは、まあ、でもちょっと SF 的なかというか、ね、うん、そう SF っぽい、あの黄緑もその蛍光的な黄緑っていうか、 そのホームのあれ柱が、うん、でなんかちょっと半透明の周りみたいな、うん、ちょっと SF っぽいですね、やっぱね、サイバーな感じ、サイバーな感じ、うん、でもそのちょっとこうサイバー生き物っぽいこの緑のこの蛍光灯のそのエスカレーターのところの感じにもちょっと通じるって、うん、てか本当ズバリエヴァっぽいですね全体がね。東京女子流の子供の秘密の PV 好きだったら絶対好き、うん、あーそのそのイメージですかちょっと二重三重に例えてくるから今は一瞬止まってしまいましたけど迷子ね、はい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 、あーでもかっあのまあかっけーですよね、かっけーっすよ、これ男の子好きだな、はいはい、僕今上がってますねこれね、うん、ほらこれだけ話せちゃうんです、うんうんうん、飯田橋だしぶっ飛んでますね、いやぶっ飛んでんですね、これ分かる何考えてんのこれ、でも飯田橋と何と関係してるんですかね、これなんかテーマがあるんでしょ、だって一応あるんだと思うんですけど、もしくはねそのやった人がなんかかっけくないっすか、うん、みたいな、それバカっぽい理由の可能性も、なんかでもそのあれですね、その当時の、はい、あのでそう飯田橋駅は、うん、飯田橋駅に関しては外見もすごいんです。あ、そうなんですか、外見も結構そのぶっ飛んでいて、こういうなんか何なんですかね、これも銀のなんかグニグニグニ、なんだろうな、銀のリング状のセミみたい、セミの羽みたいなのが、はい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 、巨大なセミの羽がくっついてるみたいな、まあなんかでも東京モード学園的なというか、あそうですね、なんかグニっとしたものが、うん、鉄状でもメタル、やっぱ SF な感覚はありますね、うん、でちょっとやっぱ生物感もあって、そうあのだからそのメカ虫の羽みたいな、そうですね、そう感じがありますよね。そう、あの SDN48 のミンミン、ミンあの衣装、はい、みたいな感じ、はいはい、このだからさ、なんかネタリックな虫が巣を作っちゃって、はい、その地下にその巣の何かの雲の巣みたいなあれが広がっちゃっててっていうのがイメージかもしれないですね。そう、それ飯田橋いいのかっていうねそのまあ街的には知らないですねその怪獣映画みたいなイメージでいいのかって思うけどこれはこれ今あの竹中先生開いてる、はい、これなんか駅デザインとパブリックアートっていう、これは大江戸線の写真集です。これいいですね。いやいいです、ね、これグッときますね。これはすごい、あそう、あでもちょっと確かに突出してますね。うん、ちょっとズバ抜けてるんですよね。なんか語るところが多すぎる。これなんか理由とか書いてないですか、そういうなんか何なんだろう、なんかをやりましたみたいな。でも自由に成長しながらも環境と調和している自然の生態系から学んだ設計らしいです。ああ、なるほどなるほど、うん、天井の高さ生かし空間にリズムをってこうね、うん、作った方のインタビューなんかもねこれ出てますね、うん、地下に伸びる植物のような都市のインフラとしての地下鉄。あ、植物が、自然の植物が育つ仕組みに似ている。うん、あ、コンピュータープログラムを利用してなんとかかんとか、だからそういう町そのものが有機的なものであるというような、うん、あの発想だから、やっぱサイバーなんですよ、うんうん、やっぱし、あそう、これ俺高校時代に飯田橋、はい、もう前の実家のあたりにも近めだったんで、はい、もしこんなんできてたら、うん、一日中ここに佇んでました、ね、いやこれずっと入れますよね。うん、はあ、え、何、なんか、これは憩いの空間ですか。あ、ゆとりの空間、ゆとりの空間、うん、はい、ゆとりの空間には何かこれあれですよ、象形文字みたいな、これなんかあのなんだっけ、アメリカの農場にできるやつですね、うん、あのミステリーサークル、はい、タイポグラフィーシンボル、というね、浅場克美さんが作監修だそうですよ、うん、だからこれもやっぱしちょっと、うん、SF っていうかちょっとスケールでかい感、うんうん、そう、何か知らんが、うん、スケールでかいぞっていう、なんか脅威を感じる、うーん、あすごいな、うん、へー、でこのなんか展示アートみたいなのがあるんですね、うん、これもゆとりの空間の、これも飯田橋なんですね、うん、飯田橋の、ちょっと待ってください、飯田橋駅使ってる人毎日こんなサイバー空間あるってんの、楽しい、っていうかちょっとそういう人はもう気分も若干サイバーになってんじゃない、 やっぱり、あこれは知らなかったわ、うん、圧巻ですね。いや、うん、飯田橋はね
圧巻なんです。かっこいい。そう、もう今すぐ行きたい。いや、そうなんです本当に。え、でも博物館館物好きは本当に絶対好きですよね、うんうんうん、僕なんで俺これ知らなかったんだろう。今絶句しました。本当に、いや本当に、あまりの衝撃に。まだ間に合う。はい、間に合うでしょうね。それはね、駅は逃げないですからね。行けば、行けば会えますから。会える、はい、行けば会えるアイドルですから。そう、ちょっとね、でも納得です。エース、そうなんです。これは他の駅もさすがにしょうがないなって思ってるんじゃないですか。いや、うん、まあ飯田橋ならねっていう、あっちゃんだししょうがないな、うん、だね、人間のアイドルに例えるなら、あ、はい、はい、どんなあたりでしょうか。は、元モーニング娘。高橋愛ちゃん、おー、あと、まあ、今のモーニング娘。で言うと、はい、さやしちゃん、さやしりほちゃん、はいはい、で、まあ、ももクロちゃんで言うとかなこちゃん、桃田かなこ、はい、赤の桃田かなこちゃん、はい、まあ、もうなんか、あの高橋愛ちゃんとかなこちゃんに関しては、うん、リーダーでありセンターみたいな、うんうんうん、なんかもう何もかも、はいはい、なんか抱え込んで、この子大丈夫かなと思うけど大丈夫なんですね、この子は。そんぐらいも圧倒的だと、うん、確かにスキルも、ね、あってっていうあたりとか、うん、大人がなんかやきもきしてるものを軽く飛び越えてしまう何か持ってる。はいはいはい、はい、別に駅に関してやきもきはしてないするかもしれない。するかもしれない。飯田橋大丈夫か、飯田橋組んだりで大丈夫か、なんか全部抱えちゃって、何もかも担当しちゃって。飯田橋が、飯田橋ってしかも、うん、ほら、あの駅 の, あのクロスぶりが半端じゃないじゃないですか、うんうん、JR もあるし、あ、そうですね、そうそうそう、地下鉄もその、東西線もあれば有楽町、うん、南北線も通ってる、うん、半端じゃないクロスを見せる。そう、大そんなに背負ってんだ。飯田橋が全部抱え込んでるショーも取ってるし、そういうショーの重圧みたいなのとか大丈夫かみたいな。あ、センターの重圧がやっぱある。やきもきすると思うんですけど、はいはいはい、でもそれをも飛び越えてくるものを持ってる。いや、でも納得ですね。これはやっぱその他の駅じゃ見たことないものだし、ちょっとね、大江戸線駅シリーズの中でもやっぱり一番ぶっ飛んだところを見せてくれると。飯田橋はちょっと、うん、まあ文句のつけようがない。なるほど。いや、納得でした、納得でした、うん、納得ですね、はいはい、これみんなもう立って拍手してますね。はい、もう、いや、もうしょうがないと思います、これ。はいはいはい、はい、見事なものでした。エースさんと飯田橋ということに決定いたしました。おめでとうございます。さあ、続いて残るは2枠ですよ。もう今ちょっと大変じゃないですか今。まあ飯田橋は分かるけどみたいな、分かって、うん、エースだって思ってたけどって多分みんな思ってるんですけど、あと残りの私の枠何っていうのもありますからね。そうですね、出番はあるのか、私の出番はという、うん、はい、やきもきしてる駅もある中で、じゃあ、はい、続いての担当何でしょうか。フックになりうるフック担当。これちょっと説明が必要だと思うんですが、まあ、そうですね、まあある意味裏のエース的な、アオレンジャー的な。アオレンジャーです。そうです。でしょうかね、そう。飯田橋が赤レンジャーなので、はい、はい。はい。アオレンジャーとなりちょっと車に構えた感じなのかな。そうですね、うん。ちょっと裏には隠れるけど、でも実は本当に一番頼りになるのは。うん、なんなら、多分、エースとかよりも先に顔を覚えられるタイプ。あー。多分ね、ちょっとハーフっぽい顔立ちなんです。なるほど。だと思う。そうですか。私は。駅が、うん。ちょっとそういう濃いめの顔立ちから、はいはい、濃いめの顔で。うんうん、よく見るとエースは確かにエースなんですけど、うんうんうん、よりも先にパッと初見ではその子を覚える、あの子がいるグループだよねと、うん、っていうなりうる。はい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 。さあ、そんなフック担当、はい、ね、どのメンバーなんでしょうか。発表します。はい、ちょっとドキドキしますね。フック担当は六本木駅です。ああ、これだ。僕はね、正直そのエースさんとどっちかなんだろうなとは思ってたんですよね。裏のエース、はい、実質2番手となる、まあそう、本当に青レンジャーってなるとこだと思う。これまず単純にですね、僕大江戸線の駅の中で一番あの現実に使っている率が高いのがやっぱ六本木駅なんですよ、はい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 、なのもあってちょっとあの思い入れが多少やっぱり、あ、はい、推しになりかけてる、はい、ただですね、僕今回の特集があるんで、はい、あの大江戸線駅六本木使ったんですよ、はい、やっぱね、ありがとうございます。いやいや、でもね、そのちょっとすいません、ちょっと先生怒られちゃうかもしれませんけど、はい、その六本木駅はやっぱ六本木でもうすごいんですよみたいなことおっしゃってね、やっぱ見方がまだ分かってなかったのか、あら、なんかそのちょっとどこなんだろうなっていう。え、六本木駅使って、ああ、六本木駅使ってはさ、あれだな、これ問題ですよね。違うな、ね、うん、違う違うってきついな、それ違うな六本木駅どういうポイントなんですかこれは。いや、まあやっぱりこれも大江戸線って何の駅って何がすごいのって聞かれた時に、うんうん、はい、やっぱり真っ先に説明しやすいっていうところがフックっていう意味なんですけど、はい、どういう感じなんですか大江戸線駅は。あと六本木の、まあ、黒と金で統一されてるんですよ。このそうですね、言われると確かにそうなんですよね。言われるととかじゃないですいや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 、どう見てもちゃんと見てなかったんですけど、はい、うん、あのなんか要は
あの黒もなんかすごいこうピカピカした黒、うん、ピカピカしてる、ピカピカした黒に、まあ、全体その壁とかそのちょっとしたそのなんかこう装飾も金のあれがこうついてて、うん、要はちょっとマハラジャっぽいっていうんですかね、うん、なんかそう全体がね、バブリーディスコっすよね、ディスコですね、クラブじゃないですね、ディスコですね、ほんと洋服チェックあるんじゃないかな、この駅っていう荷物検査、うん、ゆとりの空間も、はいはい、あ、そう、ゆとりの空間もね、はい、もうディスコですね、これは、あ、だってさ、もう現になんか音楽っぽいものが流れてる絵ですもんね、うん、そうそう、で、なんか踊ってるみたいな、そう、もうすでにもう、あの、調子こいてる、調子こいてる、調子こいてる感じが出てますそう、ね、でもこれ、まあ、そう、六本木をちゃんとその一生懸命体現しているというか、あ、すごい、壁画、でかいんですね、うん、でかいね、そう、ここがトイレで、はいはいはい、お前が、そう、なんか、はいはいはい、だからその、で、しかも六本木駅ってその大江戸線とか関係なく街のイメージがめちゃくちゃはっきりしてるじゃないですか、そうですね、確かに他の街に比べてもそうですね、そう、うん、で、はっきりしてる中でだからその、見せずとも、うんうん、その映像と資料、映像じゃない、写真とか見せなくても、はい、六本木で大江戸線の駅ってね、すごいんだよって、何がすごいのって、六本木とか例えば黒と金で統一されてんのって言ったら、あ、すごい分かりやすいですね、分かりやすいじゃないですか、伝わりやすいっていう意味で、まああの分かりやすいという意味でのフック、うん、なんかスタイリッシュなの間違いないですよね、そうそこがまあ、そう、青レンジャーとなりうるところ、確かにこの壁画とか見るともうすでにもう六本木という街は言葉にするとエネルギッシュ、ビート、プライマル、スピードスピードって大丈夫かみたいなね、そういった単語が似合う夜中のね、夜中心の街っていうところ、はい、そのまあノリノリ感、うん、ゴージャス感、うん、あの俺たちが自慢されたい六本木って感じですかね、今の六本木って結構実はさ、あの小汚かったりするんですけど、あのイメージとして、うん、こうあってほしい六本木感みたいなことを、うん、地方の人も想像する六本木のイメージというか、あ、うん、僕ただもあれだからあれですよ、あの、うん、現実の汚いギロポンを見すぎてて、多分このあれですね、都会に染まりすぎて、都会に染まりすぎて、うん、ちょっとこの実際のこのアイドルとしてのところに分かってなかったのですね、目が行かなくなっちゃってた、目が腐ってたんだと思いますね、目が腐ってたんですねはい、でもあ、まあ確かにね、こうやって見ると確かにすごいゴージャスだな、うん、はいはいはい、そう、っていう意味でまあ分かりやすいですね、分かりやすい、はい、うん、ということで、はい、実在アイドル例は、はい、これはベリーズ工房の、うん、夏焼雅ちゃん、ああ、うん、やっぱ派手めな感じですね、うん、はい、で、あとも元ももクロのあかりちゃん、あ、はい、青担当、はいはいはい、早見あかりちゃん、はいはい、お二人とも顔立ち的にも覚えやすい、うん、あ、確かにちょっとおばたくさいというか、うん、そうですね、私ベリーズ工房も実際、うん、あれですね、リサ子とかより先にみやびちゃんをまず真っ先に覚えました、でもわかります、やっぱ一番最初目行きますもんね、うん、確かにね、あのちっちゃい子供の頃でも、うんうんうん、で、あとあかりちゃんもやっぱりかなこちゃん、はい、言われてみればかなこちゃんドセンターの子なんですけど、うんうんうん、最初はあかりちゃんを覚えましたね、あのだからそのセピンさんいると思ってね、あのあんだけ美人だと逆にそのメインではないくらいの、うんうん、そうですね、そのぐらいのアイドルではアイドル感じありますもんね、はいはい、でもわかりますよ、あ、それがちょっとやっぱりその飯田橋のエースに対してちょっと裏番というか、青レンジャー、うん、しかもちょっと裏番だから、うん、意外と怒らせると怖いぞみたいな、そうですね、そうですね、意外と締めてたりするぞ、でもね、多分、まあ、女の子だからそうは言っても、あ、女の子だから私も女の子なんですけど、女の子なんですか、いや、まあ女の子ですよ、女の子ですよ、女の子アイドルの、そう、そしたらまあでも意外とその顔立ちははっきりくっきりしてるけど、はい、まあ脆いところだったりとか人一倍傷つきやすかったりとかするんでそれはイメージですけどね、六本木はあの多分しっかりした作りになってると思いますけどがっちりした作りになってると思いますけどね、あとでもやっぱそのセンスいいですもんね、いや、いい、おしゃれですもんね、だからあんまり、だから六本木深いからなとかあんま言い過ぎないでほしいえ、六本木深いからなみたいな、ああ、じゃあとっつきづらさはあるけども、そうだけど、あ、そう、そういうの、そういうメンバーって見た目はクールそうに見えるけど、実はね、あの知り合うとあったかいとこあるよみたいな、うん、そう、絶対いい子、六本木駅は絶対いい子ということでございます、いい、さあ、そして、あ、ついに最後一枠となってしまいました、そうなんですね、え、はい、ということで神セブンなので駅セブン、はい、最後の一枠、もう今もうだってそのエースも発表しちゃったし、はい、フックも、ね、何の担当があるんだと、もう沿線の人々がもううちかうちかっていうね、う、今年は入れるのかみたいな、そうですね、思ってますよ、2013年度、はい、さあ2013年度駅セブン最後の枠は変化球担当です、変化球担当、これどういうことですか、これはですね、まあ、グループの振り幅を広げる存在というか、うんうん、まあ、エースがいて、うん、で青レンジャーもいて、バラエティ担当もいて、うん、バラエティ担当もいて、リーダーもいて、うん、みんなの妹もいてっていう中で、うん、じゃあ、あと一人どんなタイプが必要かって言ったら多分、うん、
何何、なにこのグループこんなタイプの子もいるのっていう。あー、だから何ですかね、うん、そう、どうだろうな、ちょっと後ほどね具体的に上がると思いますけど、うん、まあ、ちょっとこうアイドルらしさから外れてたりするとか。そうですね、変化球なので。変化球な。え、何こんな子もいいんだみたいな。でもそういう子ほどね、それこそフックっていうか覚えられたりもしますよね、うん、そうで、うん、だから意外とアイドルにハマらない人がこの子いるんだったらっていうところからハマり始めたりとか。はあ、うん、でもらしくないと。うん、らしくない、うん、らしくない。でも伸び伸びやってくれたらいいんだ。今の時代やっぱそういうね、はい、昔ながらのアイドルらし、昔ながらだったらいなかったかもしれない子がいることで、やっぱ風通しの良さが確保されたりとか。そうですね、ってことですかね。そう。さあ、じゃあそんな変化球担当はどのメンバーなんでしょうか。最後の一枠、はい、発表させていただきます。変化球担当は清澄白河です。おー、はい、清澄白河はね、あの駅としては半蔵門線じゃねえやね、あれなんかも通ってたりとかですよね、確かね。清澄白河知らない、大江戸線知らない。うわ、嘘か大江戸線、大江戸線あ、でも通ってますよね、とか通ってますけど、大江戸線、うん、はい。まずちょっと今これはホームの写真ですか。そうです。なんかハイダイアート、アバンギャルドな、そう、なんかこうなんて言うんだろうな、メタリックなグニグニした鉄板みたいな、しかもそれにすごいこうグニ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 した、うん、ちょっとあ本当にアバンギャルドな、あの規則な感じのアート、あなんですけど、でもあの意味がないわけじゃなく、自転車みたいなものがあったりだとか、はい、その廃材アートなんで、あ廃材アート、うん、あとなんか分度器みたいな、なんか角度みたいな、丸とか半円とかみたいなのもあって、はいはい、でそれがでも全体でハートの、そう、ハートもあったりとか、え、なに？え、なに？え、なに？なにってなる、そのだからバラエティ担当とかみたいな分かりやすさじゃなく、はいはいはい、アート関するありますよね。そう、だから情報量がすごく多いんですよ、うんうん、あ確かに。これでも駅の多分見てるだけで結構、いや、ずっと見てられる、隅から隅まで、うん、でしかも、うん、ホームが二重というか2つあるんですよね、うんうんうん、なので奥行きがすごくあって、はい、あの大江戸線のほとんどホームが1つなんですけど、あ両側にあるタイプなんだけど、大江戸線は、あ、ね、その清澄白河は2本あるので、うんうん、ホームが、これがじゃあその結構なスケールで展開されてるっていう感じですよね。スケールがそうあるんですよ。その意味が分かりづらい、そうなんかアバンギャルドなものがドーンってあるって、うん、これ勘物好き的には、いや、そうですよね、結構グッときますよね、うん、そう、ドキドキする、なんじゃこりゃっていう、そうけど見ちゃう、ちょっと怖い感じが入るっていうか、そうですね、うん、ゾクッとする感じもありつつ、なんかでも繰り返しじゃなく、そのハイザーアート全部違うのが続くので、うんうんうん、俺凝ってんな、全部一個ずつ見るってなると相当時間もかかるし、うんうん、奥が深いし、これ普通にアート的にでも端から端まで見ちゃいたくなりますよね。見ちゃいますね。でしてるうちに、はい、そうハマっていくっていう感じですね、はいはい、いやちょっとこうちょっとキモい感じっていうか、うんうん、こんなんありなんだっていうのがやっぱ面白いあたりかもしれないですね。あと他の駅の他の部分もなんかちょっとランダムになんかこう蛍光灯が貼られてたりとかちょっと変わってますね。そう、駅と蛍光灯もぐっちゃぐちゃなんのだと、うんうんうん、あとゆとりの空間は今度そのちょっと変わ、はい、また変わって、はい、あの柔らかい光みたいなのがいっぱい、はいはい、もうほんと美術館です。なんかアートみたいなのが置いてありますね。アートみたいなのが置いてあって真ん中に置いてあって、でそうそう、完全に鑑賞用でしょ。ガラスの筒の中に柔らかい光みたいなのが放った、これなんですかね、なんかね、なんか置物みたいなのが入りますけどね、うん、オブジェが並んでて、だから他のゆとりの空間って結構あの壁画なんですけど、はいはい、立体物珍しいですね。完全に本当に空間があります、はい、1個見る用のてかもう普通に美術館っぽいですよね。美術館です、本当に、うん、で駅もやっぱなんか広いですね。うん、あそうそうそう、大きいですね。そう、あの場所が使えるからやっぱね、清澄白河になるとね、うんうん、そう、あー確かに、やっていうかかっこいいですね。かっこいいんです、アート感が私の一押しです。あーでちょっとじゃあこう癖のある子なんだね、やっぱね。そうあるん、そう大体ね、うんうん、こういう子紫担当ですね。あー、うん、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、担当からあるとしたら紫、うんうん、じゃあ人間のタイトルに、あのアイドルに例えるならば、まあうちのパスポの玉井アンナっていう最年少の子なんですけど、はいはい、だったりとか、あとまあ電波組の、うん、あのもがみもがちゃんっていう、はい、この2人でも本当に偶然ですけど紫担当なんですよ。ああなるほどなるほど、ミステリアスな感じがあるというか、はい、奥が深い、はいはい、そんな簡単に心は開かないっていう感じ。うでも掘りがいがあるとやっぱり、うん、アイドルとしては。そう、そして今の、ベリーズ工房菅谷梨紗子
はい、なるほど。リシャコが、はいはい、あのこれはそのまあベリーズコも長いので、うんうん、あのその最初の頃のリシャコはそれこそあのみんなの妹的だったりとか、最年少、最年少で、あと、はい、まあエースだったりとかしたと思うんですけど、うんうん、今のリシャコは清澄白河、ドキンパツ、今ね赤くになったかな。あ、そうですか、まだ変わったんだ、うん、この間あの番組ご一緒した時、うん、でもやっぱあ今こんな感じなんだってね思いましたけどね。でも あのリシャコ、まあもちろん賛否両論はその今までのリシャコ見てきた人は、うんうん、あの、はい、どうしたってなるかもしれないんですけど、うん、素敵でしたよ、うんうん、でもあの本当にアイドル興味ない人が、うんうんうん、あの引っかかる子になったりとかしているので、うんうん、やっぱ元はねそのいいですからね、うん、そう素敵でしたけどね。あ、そうですか。いやこれ清澄白河 もう早速鑑賞しに行きたいなこれな、うん、清澄白河はね多分ね最年少だといいんですよ。最年少だといい、はい、はい、あの最年少だとあの伸びしろがあるので、多分こういうタイプが最年少、そのみんなの妹の子よりもこういうタイプが最年少の子、ね、だからこそ好き勝手できる、そう、うん、自由に伸び伸びやって、で面白い成長の仕方をして、清澄白河だから好き勝手できる、うん、そうはい、ということでちょっと竹中先生もう1時間経っちゃいましたタレご飯やってる時間ない、タレご飯やりたかったんですけどね。タレご飯はまた次回お願いします。はい、わかりました、はい、ということで次回はタレご飯特集でお呼びしたいんですが、何かあの、はい、告知事ございますでしょうか。あ、ですね、難波翔ちゃん、はい、今度の水曜日に青山月見る君思う、はい、で、はい、あのまた振りを担当させていただきまして、うん、これがもう本当素晴らしいんで、竹中先生の振り付けが、これぜひライブ見ていただきたいですね、はい、また増えましたよ、どこが見たいな、ちょっと僕多分キャンペーンとか出てていけないけども、どこかの機会でぜひ見てください、はい、でこれでも行ける人は絶対に行った方がいいと思います、はい、はい、難波翔ちゃんのライブ、はい、あとアップガールズかっこかりが、はい、ファーストアルバムかっこかりを、うん、出しました。1月30日組ですね、はい、我々と同じね、はい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 、はい、出させていただきました、はい、あとパスポの初のちゃんとしたライブ DVD も発売されています。これやっぱ踊り込みでね、そうですね、見ないとってことですもんね。3枚組じゃない、3枚同時リリースなので、はい、はい、見ていただければと思います。はい、そしてもちろん、はい、アイドルダンス歌って踊る可愛い女の子がいる限り世界は楽しい、ポッド出版より現在発売中、今何釣りぐらいですか。3釣りってことなんです、はい、ぜひこれもその名著ですので、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。ということで竹中先生、また、今度タレご飯特集でじゃあお呼びしたいと思います、はい、ありがとうございました。以上、アイドルとしての大江戸線の駅特集でした。この後、サテナイトフィーバーのコーナーです。